コメントを皆さんからいただいておりますので、そのお礼の印に今回は、ちゃんとご褒美もあります。拍手はいはいはい、ということでですね、それではまず最初にクイズなんですけれども、あ、そうだ、答えはどういうふうにして送ったらいいのというね、皆さん質問があると思いますが、答えはですね、私の電話番号ですね、携帯なんですけども 090-6858-4578 090-6858-4578、 もう一回言いましょうね、 090-6858-4578 番にお電話ください。それからもう一つの方法としては、キャスを見てる方はこのコメント欄に答えを送ってください。はい、それでは始めたいなと思います。でもこれね、はい、それでは、私は手相のね、問題を出したいなと思います。あとレイカさんは歌に関してね、うん、そしてマイさんはピアノに関してです。はい、出題したいと思います。今から出題する問題の中からですね、正解が5問正解なさった方も、合計で 1,2,3,4 で、1,2,3 だから4+3 7、うん、7台出しますのでその中の5問正解したら、なんと手相の無料カウンセリングのチケットを差し上げたいなと思います。3000円以上のチケットです、普段は、3000円いただいておりますが20分でね、その、チケットを差し上げたいと思います。人数に制限はありません。ただし5問ですよ、5問以上正解でなければそのチケットを差し上げることができません。それからもう一つですね、ギノワン FM ギノワンの方に取りに来ていただく方に限りますね。すみませんね、郵送はできませんので、そこのところは皆さんご了承お願いいたします。ということでクイズ、ちょっと待ってください、クイズ無指導なんですけれどもね、はい、効果音を入れましたけれども、手相のクイズからいきたいと思います。第1問、手相は手のひらだけで判断する。正解だと思う方はその通りです、イエスですね、違うという方はノーでお願いしたいと思います。もう一度言いましょうね、手相は手のひらだけで判断する、イエスかノーかでお答えください。第2問、手のシワは一生変わらない、それとも変わるかもしれない、どちらでしょう。あ、それからもう一つの答えがあります、ネイビー、ん、どっちもと、ね、いう方、もう一度言いましょうね、手のシワは一生変わらないと思う方は変わらないと答えてください。で、変わると思う方は変わる、そしてどっちもという方はどっちもとお答えくださいそのままですまんまです、はい、それでは第3問、生命線は途中で切れていたら命が短くなると思う方はイエス、いやそうじゃないんじゃないね、まさかという方はノーとお答えください。これはイエスかノーかです。もう一度言いましょうね、生命線は途中で切れていたら命が短くなると思われる方はイエス、いや違うんじゃないと思われる方はノーでお答えくださいね、はい、これはイエスかノーかです。はい、手相のクイズはこれで終わりです。はい、それでは続きまして歌に関するクイズをレイカさんどうぞ。はい、期間と
食べ物を通す食道は一緒か、丸か×でお願いします。気管って何ですか？気管、この何ですか、声の通る道みたいな、うん、息をするところね。そう、うん、はい、です が食べ物を通す食道と一緒か、はい、丸か×でお願いします。で2問目は、はい、喉にいい飲み物は1コーラ、2白湯、3紅茶。これは番号で答えてください。次はまいさんに。はい、まいさんはピアノに関するね、はい、問題を出してください。はい、どうぞ。ピアノの鍵盤はいくつあるでしょうか。1、88、2、72、3、54。もう一度。ピアノの鍵盤はいくつあるでしょうか。はい、1、88、2、72、3、54。はい、これは番号で答えてください。第2問は、第2問、はい、誰の時代からピアノがあったでしょうか。1、どの作曲家でしょ、はい、誰じゃない作曲家はい、どの作曲者の時代からピアノがあったでしょうか。1、バッハ、2、ベートーベン、3、モーツァルト。もう一回ね、ちょっと言葉がはっきりしないからもう一度お願いします。はい、誰の作曲者の時代からピアノの時代がピアノがあったでしょうか。グダグダ1、バッハ、2、ベートーベン、3、モーツァルト。これも番号で答えてください。はい、皆さん、よく、理解できましたでしょうか。はい、ちょっとね、ういういしい2人のね、あのクイズの出題の仕方だったんですけれどもね、はい、全部で7問あります。で答え合わせは、最後の1分、残り1分の時にね、答え合わせしていきたいなと思いますので、最後まで、ミラクルハッピーデイお楽しみください。それではコマーシャルです。はい、OK、OK、よかったよ。次は、今日は手相についてお話しましょうねってから、二人のね、お話しましょう。写真の方お願いします。はい。はい、はい、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。今日は手相とはってやるからね。アインシュタインの相対性理論に基づくって言ったら、何のことですかって言ったら、アインシュタインが昔脳をね、パカッと開けなかったので、手のね、線をシワを見てね、病気とかね、それからそういう、体に関することを調べていたという事実があるんです。で、そして第二の生理学、手のひらは第二のものであるっていう感じで言ってから、それではお二人の手相を今日は特別に見させていただきたいと。あ、いいですか。はい、はい、はい、今ちょっと軽く打ち合わせをしたしておりましたけれども、私は、ミッキーの音楽教室ということでですね、歌とかピアノとかね、話し方教室などをしております、させていただいております。実はですね、先週の火曜日から上大蛇な公民館の方でボイスサークル、うん、歌うヒットパレードというタイトルで、ボイスサークルをしております。で10人ほど集まりました。ありがとうございます。ということでね、まあ、フラのね、美しい、昔美人であっただろうというマダムの皆様、うん、またそれ以外のね、方たちもいらっしゃるんですけども、10人のね、美しいマダムの皆様とご縁がありまして、ご指導させていただくことになりました。はい、楽しかったです実際。はい、ノニサクでね、ノニサク花わかる、うん、知ってる、はい、裸の大将ってね、の主題歌になりました曲なんですけども、よくね、小学校中学校でもね、たまにね、取り上げられてね、全員でね歌うこともあるんですけど、とても歌詞も綺麗で、メロディもダカーポというね、グループ2人のね
夫婦のグループが、ご夫婦のグループが歌ってるんですけど、声がそっくりなんです先生、野に咲く花のように風に吹かれてってね、うん、歌ったんですけども普段話す声と、ね、歌う声が違うねってよく言われるんですけどもね、はい、歌う時は私の音域で歌っています。お話をする時はね、聞こえやすいようにトーンをちょっと下げています、うんうん、実はね、例えばね、小学校中学校で先生ほら臨時でね、非常勤とかでたまにね教えに行くんですけれども、その時にですね、子供たちってキー高いでしょ、うん、先生今日も元気とかねそうキーが高いのね、そこでまた先生の高いキーで皆さんおはようございますって言って話すると、うん、声がね重なってしまうので聞こえづらい、うん、ということでその時には中性の声を出すんです、ね、皆さんおはようございますちょっとね、まあ、宝塚のね、男役の人のね声のようにトーン下げたりとか、たまにねドラえもんの声に先生似てる、怒ったらって言われるんですけどかもしれないですけどまあそういうねちょっと目立つようなね、うん、音域でなんて言いますかね、授業はさせていただいておりますね、うんうん、まあ、まだもう相手の時とかですね、また老人福祉センターでも8月から講義が始まることになりました。皆さん木曜日の、12時から2時までの2時間なんですけどもね、老人福祉センターの方で、ね、させていただく、宜野湾市のですよ、老人福祉センターの方でさせていただくことになっておりますけれどもね、うん、その時には少し優しい声でお話をするようにしておりますあまり固い声でね、またはっきりズバッと言うと、うん、皆さんね、私より目上の、ね、ダンディーな、またマダームの方たちなので、うん、ちょっと怒ってるのって勘違いされることがありますので、優しくゆっくりお話をさせていただいておりますというふうにね、話し声とトーンですね、声の高さと話し方というのはとても大切なんです。キーも大切、ね、今言った高さというのはキーのことなんですけどもね、はい、ということで、今ちょっとね私ごとのボイスレッスンの、ね、話になってしまいましたが、今日は手相について、ね、私手相カウンセラーもしておりまして、実はもう今までに何人見たと思います、私もうね、20年近くなります、私カウンセラーで。知らないでしょ、うん、知らないところでやってるんで、はいはい、何人の方を見たでしょう。1000人は超えます。超える、うお、はい、1200。違います。2000。違います。3000。はい、3000人超えております。実はすごい、はい、私はいろんなイベントです、一歳合歳とかね、皆さんご存じないと思いますが、うん、あら小物を作って今ね、お母さんたちが、うん、また若いね、そのなんて言いますかね、芸術家がね小物を作って販売するっていうのがとっても流行ってるわけ、うん、内地でもすごいってよ、うんうん、売り上げもすごいってよ、うんうん、手作りね、手作りの、そこで、私はイベント的に手相カウンセラーということで、うん、見させていただいて、もう長蛇の列で毎回させていただいておりますけどね、ここ1年は、私歌の方に演奏の方にピアノの方に没頭しておりまして、手相の方はね自宅でのカウンセリングだけになっておりますが、実はそういうふうにして活動を続けておりますということで、今日は手相とはね、はい、アインシュタインの相対性理論、手は何ですか、相対性理論、理論って何ですか、ね、難しいです、まあ、とは関係なくアインシュタインがですね、アインシュタインの時代っていうのは脳をね簡単に切り開くっていうことはできなかった、ね、まあ、今みたいなね技術がなかったということで手のひらを見たそうです、うん、で手のひらを見て、シワを見て、あ、病気ね、病気であったりとかね、うん、また、その人の脳の活動を見ることができたと、うん、アインシュタインですよ、うん、だから、占いって言ってますが実は占いではないんですね、統計学であるんです、うん、だから私は手相をやってるんですね、闇雲なね、何にもこう実績のない占いではないんです、う
ちゃんとした、ね、歴史があります、ね。まあ、アインシュタインもそうなんですけれどもね、有名なね、はい、有名な、何でした、ノストルダムス、ノストルダムスの大予言知ってる？以前にね、もう千、いくらだったかな、何年だったかなに、世界は滅亡するとかいう あったんですよ、うん、何年か忘れたけど、うん、もう過ぎちゃったけど、それは、うん、7月って7月、今じゃんとかで、ね、だったんですけども、まあね、ありがたいことに、うん、滅亡はなかったというのも、そのノストラダムスが間違ってたっていうことではなく、その後の文章がなかった、要は切れてた、紛失してたっていうことなんですね。でその後の文章には本当はその、ね、今の現代の車とか、うん、飛行機とかが予言されていたという事実もあるので、まあ外れではないんですね、うん、ただ今の天変地異のことを言ってたんじゃないかっていうんですよね。すごいさ今、うんね、竜巻が起きたりね、うん、異常気象でしょ、雨が大雨降って降ったりとかね、そういうことだったんじゃないかと言われていますね。まあまあ、そこは置いといて、なぜノストルダムスの話を今したかというと、ノストルダムスさんはね、手相にも、ね、精通していて、うん、戦争で亡くなった人たちのところにね、戦争終わるでしょ、うん、そしたらそこ亡くなって、ほら放置されていた死体の手を一つ一つ見ていったそうです、うん、で統計を取ったところ、先ほどの生命線の話しましょうね、うん、生命線が短い人、長い人、様々だったそうです、うんうん、ということは生命線が短いから死ぬとか、長いから長生きするとかいうことではないということなんですよ、実はね、うん、それがその亡くなった方の手相を見て判断できたと、うん、ただしね、頑丈な屈強な体の人に生命線が長かったという事実はあったそうです、うんうん、分かりましたか、うん、はい、はい、もう今ね手相の答えが出たと思いますけれどもね、はい、ということでですね、うん、それからですね、まあまあまあこのぐらいにしとこうかな、時間もないからね、はい、先ほどシワは一生変わらないかという話なんですけども、うんね、三大線、運命線、生命線、うんね、運命線、生命線、ね、それから、頭脳線と言われてる、うん、まあまあこれは適応線とか先生言うんだけど、うんうん、向いてるか向いてないかを判断するときに見るところなんですけど、ね、そこはあまり変わらないと言われてます。あまり変わらないよ、うん、あまり全然変わらないじゃなくて、うん、あまり変わらない、うん、でもそれ以外の線は日々変化があります、うんうん、細かい、例えばソロモン線とかビアラシビアとか、まあまあこれそれはまあ色気線とか言うんですけど、セクシー線とかも言うんですけど、別名とか、また神秘十字というものが出たりとかね、まあ、あらゆるね、吉凶を占う小さなマイナー線って言うんですけどね、そういうのは日々変化してきます。だから1日出て翌日消えたという例もあります。わざわざ私 の手相のね、そのクライアントの皆さんから連絡が来るんですよ、うん、先生、うん、今フィッシュが出たんですけど、今日先生に見ていただきたいんですけど、タイミング悪くてその日はいっぱいで、うん、すいませんね、今日はちょっとね、すみませんが見れないんですけど、翌日でいらしてって言って、うん、翌日入れたね、うん、そしたら朝一番で電話が来て、先生消えましたとか言って、フィッシュが消えましたみたいな感じで、ああもったいないみたいな、昨日があなたのそのチャンスだったのねみたいな感じになったんですけども、じゃんじゃんなんですけど、まあ、そういうこともあります、うん、なのでまあネイビーがあ行っちゃった行っちゃったとか言って次第3問の生命線は、まあ、シワシワは行ったか、あてのあ全部言ったねということで、2人の今日ですね、特別に2人のね、手相、レイカとマイの手相をちょこっとちらっと見せてもらおうかなと思います。まずレイカさんから見ていこうかな。レイカさん、何、どこを判断してほしい？レイカは恋愛見てほしいです。恋愛ね、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい本当はね、右手は左手は右脳につながっているので両方見るんですね。
はい、でも、まあ、特に、強いのは、まあ、現代進行形、まあ、右利きですか、あなたは。右です。ということは右なんですね、はい、うん、これ現在進行形、これは過去形、過去形または持って生まれたものね、うん、左手はね、うん、では見てみましょう。柔らかい手だ柔軟な手だ、うん、柔軟だということはすごくいいことなのよ、うん、よっしゃ、うん、なんでかね、いろいろ吸収する、うん、頭が固くないってこと、うん、だからそれを証拠に年齢を重ねた人の手を触ってみてください。硬いです、はい、やっぱり、ね、恋愛かってそりゃあね、それは知りたいよそうかそうか、うん、あのね、恋愛はね、小指の下も見るんですよ、小指の下、うん、いい結婚はしますけども晩婚だね、あなたね晩婚、遅いってことですか、うん、そう、いいしますいやいや、その前にも出会いはありますよ、恋愛はあるよ、恋愛はあるって、うん、そう、結婚するタイミングというものがね、うんうん、ちょっとね、まあ、20代後半だね、あ、よかった、でも20代で、うん、でも30代はあなた野心家だから、うん、野心家というのは、うん、自分 の, あの野望、うんうん、叶えたい望みというものがあるからなのよ、うんうんうん、合ってるよ、ね、合ってるでしょ、合ってる、おはい、自分で言うか、はい、あとですね、運命線も見てみましょう。運命線と頭脳線の下にね、ちっちゃい線が寄り添っていると恋人ができるんだよ。ええ、ないね、やばい運命線は出てるね、運命線は出てるけどね、あ、支援線、もうこれはね、人気線とか言うんだけど、うん、人気線あるよ、薄いけど、薄い、薄いというのはパイプが薄いってことだからね今からで、今からこれが見て、私今からでいっぱいあるでしょ、見える、これすごいすごいでしょ、うん、パイプが太いわけ、分かったということで、まあでも、あの、人気があります、あなたはね、でスターになる可能性もあります。しゃただまだ志に関しての努力が足りないと出ております、はい、うん、それから恋人はできます、やった、うん、恋人はできますが、あの、薄いです、努力しないといけません、相手もシャイです、シャイボーイ、シャイボーイって、うん、そうです、うん、積極的な子じゃない、草食男子です、ごめん、草食、うん、ということだけ、はい、おはようございます、じゃあ、まいさん、ちょっとバトンタッチっていうか、ちょっとまいさん、ちょっといらっしゃい、来れるかな、人気ありそうって、うん、いらっしゃい、もらってもらう、どうする、あ、いすこどうする、はい、いすこどうする、これが来るか、神、神、まいはだんだん美人になってくるね、あと3分前、はいはいはい、ね、はい、まいさんしっかりしてます、運命線が、もしかしたら前の方がええかも、イエーイ、イエーイ、別にいいよ、うん、結婚線はやっぱ晩婚だね、あなたも一緒だな、上の方にあるんだね、嫌だなで、好きな人今いないんじゃない、え、やばくない、やばいでしょ、こいつ彼氏いますよ、彼氏いるの、いなんでこんな薄いの、いや、痛い、どあなたが、うん、尽くしてますか、尽くしてます、うん、尽くしてる、うん、そうね、その割に薄いんだけど、そう、うん、でもね、運命線がはっきり出てるということは、うん、いい恋愛をしてるということだよ、今た とてもあのいい恋愛をしてるということです、いい、ちょっと薄いけどね、いいな、うん、薄いけどね、あの、はっきりしてるのでね、あの、うん、レイカはちょっと薄かったね、あれ前の方が少しはっきりしてます、皆さん見てください、ここね、すごい感じでね、はい、あと2分前ということでごめんなさい、はい、はい、ね、クイズ、クイズの、はい、はい、答え、レイカから、はい、レイカからですか、うん、レイカの答えは、うん、早口で、期間と食べ物を通す食堂は一緒か、は一緒で、うん、あ、まるで、まる、まるで、期間と一緒、あ、違う、×だ、×で、びっくりした、で、喉に飲み物は2番の左右です、うん、はい、OK、と、もう一つはないな、はい、あ、はい、ピアノの鍵盤はいくつあるでしょうかの答えは、はい、1番の88です、はい、次の問題の2問目の、はい、作曲家の作曲家は、うん、3番のモーツァルトです、はい、はい、OK、はい、正解です、はい、はい、で、手相のクイズの答えですけども、1番はですね、ノーです、2番はどっちもです、3番の、クイズはノーです、まあ、一番の、ね、手相は手のひらだけで、あの、見るんですか、判断するか、ノー、手のシワは一生変わらないんですかというのはネイビー、それで生命線は途中で切れていたら命が短くなるの、ノーです、
はい、ということで、はい、皆さん当たってましたか？あ、1分前だお電話090-6858-4578にお電話するか、今、何で言ったコメントお願いします。正解だったら、5問正解の方には手相の無料チケットを差し上げますよ。はい、大丈夫ですか？お電話、はい、30秒前、090-6858-4578にお電話くださいね。それから FM 宜野湾の方に取りに来ていただけると、預けておきますのでね、チケットの方をね、それから私にお電話ください。090-6858-4578 090-6858-4578 にお電話いただけると助かります。はい。